こんにちは、ピョクシャローです。今回は広島県の千光寺山ロープウェイで誘導している誘導員にこのご時世なのに人が多いととなったキチ違いがいたことについてお話ししていきたいかなと思います。はい。ということで、えーまあ、4連休だったので、まあ、プラスコロナウイルスの影響があって、まあ、すごく旅行者が多くて、まあ、いろんな各所、すごく 人で溢れていると。その一つ、あの、広島県の千光寺山ロープウェイっていう場所があって、千光寺山の山頂方面かな、に行くためのロープウェイがあるんですけど、まあ、そこがすごく人が多くて、で、その一人が誘導している誘導員に言ったと、このご時世なのに人が多いと、どなったということで、 あの申し訳ないんですけどこのご時世の人が多いその人はお前だよっていうねお前みたいなやつがあのなんつの連休中に行こうと思って行ってで勝手に怒鳴ってるっていうね。というかあのそういう気持ちで行っている連中が多くてまあすいません聞いている中で。 私ドラってないよ、俺ドラってないよっていう方もいらっしゃるんですけど、あのー、なんだろうね、普段そんな混んでないのかな、わからないけれど、まあそこまで、あのー、まあ、普段よりは混んでいる。状況を作ったのは、そう、まあ行こうと思った人が、まあ普段行こうと思ってなかった人が、あの連休中でもう行っていいかなって思って行っている人たちが、 あの群れとなってすごく多くなって、まあ、こういう結果になったとそれってさあのー、誘導員のせいじゃないじゃんっていう、ね、までね誘導員関係ねい,いしそれ仕事だしねむしろこっちが言いたいわっていうぐらいの気持ちだったと思うんだけどまあそう言われたと、まあ、それでまあ反論しなかったのかなすごいなみなめで、あのー、責任者に話してたということでめっちゃかわいそうだね、うん、どういうことだよっていうね もうちょっとあの考えろよっていうねあの。なんでこんなすごい人がいるのかっていうこと。まあ、その理由はお前が千光寺山ロープウェイに行ったからだよっていう話ですね。もう二度と千光寺山ロープウェイに行かないでください。あなたみたいな人間は。はい。ということで今回は広島県の千光寺山ロープウェイ。 で、誘導している誘導員にこのご時世などの人が多いとどなった気違いがいたことについてお話ししていきましたそれではごご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談本格配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き 頑張っていいいきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。